どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク悲憤の白と、A をやっていきたいと思います。まあアタッカー限定ということでこんな感じになってるんですけど、勝てるかなてか、あーそうか、歌入れようと思ったんで、歌ってアタッカーじゃないんだったっけ。あれだよな、ブレイカーだっけ。わかんねえ、忘れたけど。さあどういう戦い方していこうかな。アタッカーだけって結構きついんですよね。トーカちゃんよ、あやと覚醒させなくていいか。え、何これ、ガードか。うわ、ダリーガード、やべ、あやとでブレイクさせちゃった。あー、これはめんどくさいっすね。トーカを出したかったんだけど、とりあえずトーカを、覚醒させるでしょ。まずこいつまあまあ攻撃力高えからあんまたまんねえな。重蔵でブレイクできるか。あー、これバラバラにブレイクさせてたあれだな、もったいねえな。一回下げて、カネキな。俺のカネキザケからな。あ、もうボス、うわ出た、この変装とか。いや、まあ、強そう。ちょっと待って、強そうなんだけど、普通にどうしようかな。でも最近のさ、イベントなんかそんな鬼畜ではない、なくなってきたような、そんな気がするんだが。うわ、ダリー、これどうしよう。あやとは普通に覚醒させとくか。これさ、トーカさ、一発で、もう一発か。ウタさん欲しいな。やっぱいつもなんかウタさんをこう起点にしてというか、うまく活用してあれだけどね、戦ってるけど。いいね、カグネだけは綺麗だな。よいしょ。あんま相手のゲージ減らねえな。まあいいや、これ置いとこう。次は、次の俺の脳内プランとしては重蔵のスキルを使いの。てか全然トーカに攻撃してない。トーカのスキルって前衛だっけ、敵前衛だっけ。それ忘れちゃったんだけど。あー、たまんねえなこれ。全然たまんねえなこれ。それ重蔵使いの、どうしよっかな。敵前衛だっけな。2回でたまんないでしょ。次なんかトーカスキル打ってきそうなんだよな。これまた負けそう。このブレイクのさ、あのゲージの減り方じゃダメだな。上行くか。あー、どうしよう。一旦こいつ攻撃して、あ、いけそうだな、ガードされなければ。ブレイク、え、これでさ前衛だよな、トーカって。ちゃうかったっけ。あ、敵単体か。11万出るんだ。あ、強っ。え、こんな強かったの、トーカって。11万出るんだ。俺多分初めて、スキルブーストと重装のバフでしょ。へー、あ、ていうかさ、このさ変装トーカってさ、初めからカグネ出してんだろ。てか初めからカグネ出してるキャラさ、なんかあれじゃない、なんでうかくっていちいちこう出すの。まあ、いいけど、別にいいんだけどさ。どうしようかな。下手したら死ぬか、これ。とりあえずあやと撃つ。これで死んでくんない、トーカだと。死ぬか。ああ、死んだ。オッケー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 。あとはもうしばらくだけでいいな。押し通せ。いや、トーカ強いな。トーカこんな強いと思わなかったわ。しかも何こいつ、なんでこんなハグポーズしてんの。フリーハグなんたらみたいな、 YouTuber みたいなことやってんのか。 YouTuber トーカ。あ、あれ倒した。倒せてなかった。倒したトーカ。いや、今回は YouTuber トーカに助けられたな。あ、やべえ、スキルでフィニッシュするの忘れてたわ。あー、何やってんだ。あー、これなんか最初からカグネ出してるっぽいな、この感じだと。
捜査官殺しラビット。なんかだんだんさ、絵に慣れてきたくない。もう結構馴染んだんだけど、この 3D のよくわかんないスクショみたいなやつ。若干馴染んだ。はい、というわけで今回は、なんだっけ、皮膚のハクトの A を初見で挑戦して、いつも通りスキルでフィニッシュを忘れるという展開でしたね。最近は普通に負けてたんだけど。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。